どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、2019年ね、もうそろそろ終わりますね、本当にね。12月の今日は29日ですね。で、本日はですね、2019年で、私がね、まあ今年ダイヤモンド修行ね、まあして、まあ結構いろんな国、まあニューヨークも含めてね、結構いろんなところに行って活躍したね、クレジットカード第4戦っていうのをね、まあお届けしたいなと思っております。まあ第5戦にしたかったんですけども、まあこれ以外にそんなに活躍したね、まあクレジットカードがあんまりなかったんで、まあ今回はまあ第4戦ということでね、紹介していきたいと思います。それではですね、まず一番最初にこちらですね、セゾンアメックスゴールドカードですね。まあこちら先月、そうですね、先々月にまあキャンペーンがね急に出て、まあ本来ねこれ初年度年会費無料なんですけども、まあ2年目以降もね、1回使うだけでまあ年会費無料にしますっていうね、スペシャルなキャンペーンがまあ始まりまして、ちょうどね私無事そのキャンペーンね乗ることができて、まあ年間1回使えばね、来年以降も、ずっと1年使え、1回使えば、まあ、翌年無料みたいな感じでね、まあ、年会費がね優遇されるっていうことで、まあ、こちらね昨日か出した動画でも、まあ、言ったと思うんですけども、海外旅行保険がねすごい充実してるクレジットカードとなっていて、まあ、なおかつね、まあ、私の中では特に利用したっていうのは手荷物宅配ありますよね。まあ、羽田空港、私メインなんですけども、羽田空港からの、手荷物宅配、あんまり対象のクレジットカード多くないんですよね。羽田空港から、まあ、自宅にスーツケースを送る際にね、まあ、これか MI カードゴールドぐらいしかね、まあ、年会費が、まあ、1万円ぐらいのクレジットカードで対応しているのがないんですよね。ですのでこれでね、結構スーツケースを送って帰ったっていうのはね結構ありました。っていうのでね、そういう意味では結構使ったかなっていう感じですよね。手荷物宅配ね、結構知らない方多いかもしれないんですけども、やはり帰り道スーツケース引いて帰らないってやっぱり楽じゃないですか。もしね、ゴールドカード持ってる方はね、ぜひね、特典見ていただけたらなと思います。そういう意味ではね、特典も、利用させていただいたクレジットカードですね。で次にこちらですね、MI カードゴールドプラスクレジットカード、まあこちらね年会費初年度からまあ割引もなしに1万円かかります。ですがまあこちらね今もねポイントサイトに案件ありますんで、多分2万8000円とかそのぐらい結構高額な案件もありますんで、一応概要欄に URL 貼っておきますので、もし気になる方はね見てください。でこちらはね、特化した解説動画もね出しておりますんで、見たいなっていう方がいたらね、そちらも参考にしていただけたらなと思います。でこの MI カードゴールドプラスをねやはり一番使ったっていうのはティアットラウンジですね。まあ、羽田空港国際線にある、ティアットラウンジアネックスっていうね、航空会社が運営している、ラウンジ、まあ、食事シャワーアルコール提供されていて、本来ねそういう航空会社のラウンジっていうのはクレジットカードではまあ入れないところが多いんですけども、まあ、こちらねこれ三越伊勢丹のゴールドカードなんですけども、まあ、こちらね提携してるということで、まあ、言ってしまえば LCC でもそこに入れるんですよね。羽田空港から出る便であればね、これすごいですよね。だから LCC でもしねどっか行くときに羽田空港だったら、LCC なのにラウンジ利用できるっていうね、まあ、そういう意味でもねこの MI カードゴールドプラスね、まあ、初年度から年会費1万円かかりますけども、まあ、それ以外にもねこちら三越伊勢丹のクレジットカードのゴールドカードなんで、まあ、伊勢丹の中にあるねラウンジが使えたりとか、まあ、半年に1回お食事クーポンが来たりとかね、ゴールドクーポンもね来たりしますんで、特典としてはね間違いなく1万円以上ねありますんで、まあ、もしね持ってない方で羽田空港をメインに利用されている方はねかなりおすすめとなっております。で今ねポイントサイトにも案件ありますんで、もしよかったらぜひ発行してみてはいかがでしょうかっていう感じですね。まあ、このティアットラウンジっていうのが、まあ、私ね2018年にその SFC 修行して、まあ、今2019年現在はプラチナステータスで ANA のステータスがあるわけなんですよね。ですんでスターアライアンス便の飛行機に乗る際には、まあ、ラウンジはまあ無条件で利用できるんですけども、
ANA ラウンジ羽田空港、まあ成田空港もそうなんですけども、すんごい混んでますよね今ね。うん、まあ有料でね利用できるようになったのも、まあそれもまたあると思うんですけども、ちょっと ANA スイートラウンジはね、私ラウンジ利用券使った時しか入ったことないんで、まあスイートラウンジは置いといて ANA ラウンジなんですけども、すごい混み合ってるんですよね。うん、本当に人多いなって思うぐらい混んでて、まあそういう意味でもやはりね、私のダイヤモンド修行のね動画見ていただいてる方は知ってると思うんですけども、まあほとんどねティアットラウンジのほとんどいるんですよね。人がいないっていうのはね、まあ人が少ないっていうのでね、くつろいで時間が過ごせるっていうのでね、 ANA ラウンジもね、あのお酒の種類とか食べ物の種類とかを言うと、まあ、ティアットラウンジよりはるかに種類が多いんですけども、ちょっと混雑っていう意味ではね、やっぱりこの羽田空港のティアットラウンジはね、まあ、ちょっといいなと思っていつも利用しちゃうんですよね。で次ですね、次はこちらですね、セゾンアメックスプラチナビジネスカードですね。まあこちらは、クレジットカード自体をね、あの発行したのが、まあ、結構遅い10月とかそのぐらいだったんですよね。ですんで、まあ、こちらを、まあ、カードとしてすごい使ったっていうよりかは、このクレジットカードの特典で、まあ、プライオリティパスがねついてくるんですよね。何回でも入れるプレステージ会員のプライオリティパスが、まあこれが本当に良かったですね。うん、まあ今年1年で、まあ、イスタンブール、チャンギ国際空港、インチョン国際空港、あとどこ行ったかな、あとはニュージーランドとか北京、そうですね、まあ結構いろんなところに飛ばしていただいたんですけども、まあその行く先々でね、このプライオリティパスのラウンジっていうのはすごい役に立って、まあクアラルンプールとかもそうなんですけども、まあ時間制限がね、まああるところとないところはもちろんあるんですけども、2018年に SFC 修行して2019年はプラチナステータスなんですけども、やはりねこの ANA の上級会員のステータスっていうのは、スターアライアンス便の飛行機に乗って初めてまあラウンジって利用できますんで、まあそうなるとね、それ以外の便の時はね、まあ利用できないわけなんですよね、 ANA が指定しているラウンジっていうのは。まあ、そういう意味でもやっぱりね、プライオリティパスのね、ラウンジが使えるっていうのはやっぱりいいですよね。うん、で、かなりお世話になりましたね。うん、特にクアラルンプール、あと北京国際空港に行った時ですかね。北京国際空港のトランジットは確か10時間か12時間ぐらいあったのかな。すごい長時間ね、利用させていただきましたし、まあ、クアラルンプールもそうですね、6時間とかね、7時間とか滞在させていただきましたし、あとチャンギ国際空港ですね。チャンギ国際空港では結構プライオリティパスのラウンジあるんですね。3つかな、2つか3つぐらいあって、まあそこをね、あの点々とさせていただいたりとか、まあラウンジホッピングってやつですね。まあそれもあのありがたいことにねさせていただいて、あ、その先々でね、まあ利用できるものがちょこちょこ違ったりしてね、まあそれもねすごい面白かったですし、チャンギ国際空港では24時間いましたので、チャンギ国際空港の乗り継ぎで、ですんでありがたかったですよねうん、っていうのでね、まあプライオリティパスをね本当に1年間、まあ、使い倒したっていうので、やはりこのセゾンアメックスプラチナビジネスカードね、本当にお世話になりましたね。で最後ですね、やはり最後はこいつですね、うん、SPG アメックスですね。マリオットボンボイポイントがたまるこの SPG アメックスですけども、なんだかんだね今年もマリオットホテルに、1年間でね50泊、滞在しましたいやしすぎですね。まあ結局今年ねプラチナチャレンジっていうものを行って、まあ16泊ね、してまあプラチナステータスになって、残り34泊をまあプラチナ会員として、33泊か、まああのまあちょっと細かいところはまあ省いちゃいますけど、だいたい33泊か34泊ぐらいはね、まあプラチナ会員でね、マリオットホテルでまあ国内外ね共にまあ利用させていただいたんですよね。まあ特にありがたいなと思ったのは、今年の9月にね、家族旅行でね、ちょっとリクマイラー始めて、まあ、ずっとね目標にしてたね、飛行機は、マイルで取って、まあ、ホテルは、ポイントで宿泊するっていうのをねずっとやってみたかったんですよね。まあ一番お得な形だなと思ってまして、まあ特典航空券で取っても燃油サーチャージはねかかってしまいますんで、まあ3、4万円ぐらいはねかかったんですけども、ホテルのね、宿泊をまあ
ポイントでね宿泊することによって費用ねかなり安くすることができますよね。ハワイの滞在中も全部で5泊したんですけども、まあ、3泊はちょっとマリオットバケーションズクラブじゃなくてヒルトンバケーションズクラブで、まあ、取ったね、無料宿泊券で宿泊させていただいたんで、まあ、そこも完全無料で、あと2泊ね、マリオットボンボイ系に宿泊したんですけども両方ともね片方はスイートルームで片方はスイートルームより上の部屋をねクラスでは通していただいたりして、まあ、本当にねすごい有意義なねハワイ旅行をね過ごさせていただいたんですよね。まあ私がプラチナ会員っていうのももちろんあるんですけども、やはりこれも、まあ、SPG アメックスをね作ったところからまあ始まってるわけで、いや、やはりねすごいありがたかったですよね。1泊6万6万ぐらいだったと思うんですけども、まあ実際ね通していただいた部屋は700ドルとか800ドルとかね、まあ、するような部屋だったんで、まあ、本当にねマリオットボンボイポイントを、まあ、1ポイントね2円とか 2.5 円とかでね値段でまあ利用することができたんで、とてもお得にね、宿泊できたっていうのがね、感想ですかね。まあプラスしてねニューヨーク、まあ物価の高いニューヨークでねポイント宿泊プラスプラチナステータスですね、まあ、レイトチェックアウトもそうとかねもあるんですけども、やはりラウンジが使えるってのはねやはりでかいですよね。まあ、ニューヨークはすごいねハワイと一緒で物価すんごい高いんで、なんですか消耗品、お水とかね、ジュースとかね、それなんか細かいものとかをラウンジでね、まあ、利用できて、まあ、無料でね利用できるっていうのはマリオットボンボイのねプラチナステータスのおかげかなっていう感じですね。で夏に行った時には、リッツカールトンセントラルパーク、まあ、あちらもねポイントで宿泊させていただいたり、シェラトンタイムズスクエア、マリオット、ダウンタウンホテルか、まあ、そこも、まあ、全てねポイントで宿泊させていただいて、本当にニューヨークのねホテルの高さって結構異常だったんでリッツカールトンとか1泊12万とかなんですよね。まあそれがまあ8万5千ポイントで宿泊できたとか、それ以外もね3万5千ポイントで宿泊できたりとかね、やはり現金で払うとなんだかんだ3万とか4万とかねするようなホテルも、まあ3万5千ポイントとかそのぐらいでね宿泊できてしまうっていうのはね、やっぱりマリオットボンボイのねポイントの強さっていうのはねやっぱりニューヨークでさらに実感したっていう感じですかね。まあアップグレードに関してはですね、やっぱり繁忙期だとねやっぱりアップグレードされないっていう印象はあるんですけども、でもねゼロってことはねほとんどなかったんですよね。うん、だから少なくてもワンランクアップしてもらえるみたいな感じで利用することができましたんで、本当にねこの SPG アメックスにね今年本当にお世話になったなっていう感想ですかね。でこのね SPG アメックスの、まあ、ポイントの貯め方みたいなのもね私の動画で解説しておりますんで、極端な話を言うと、まあ、決済集めるしかないんですよね SPG アメックスって。まあ、それ以外はまあ紹介とかねそういう方法もあるんですけども、基本的にはまあ決済集めてねポイント貯めるのがメインになるかなと思いますんで、まあ、いかにね、まあ、決済集められるかっていう感じになると思うんですよね。 SPG アメックスね、まあ、私個人的にもねかなりありがたいサービスをね今現在受けてますんで、まあ、もしよかったらね利用してみたいなと思った方はねぜひ発行してみてはいかがでしょう。今回の動画はね、こんな感じで、終わりたいと思います。この動画役に立った面白かったっていう方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではねまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。